綺麗なお部屋だね。ユミさん、こっちからこそお待たせ、ノエル、これに乗ってきたのね。頑張ったね、ノエル。頭が飛び出してるから、どこに止めてあるか分かっちゃう。あ、待ってる。今日はここに泊まります。ここ夜になるとライトアップするんですって。あー、露天風呂ライトアップされるし、で、ここが洗い場。すごい硫黄の匂いが。鹿児島での再会を祝して乾杯。ウェルカムドリンクのシャンパン、あなたたちも行きますか。兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん、朝から豪勢ね。これ今朝も釜炊きですって。犬たちの朝ごはんだそうです。ねえ、食べれる？食べれる？おいで、すず、もんちゃん。呼ばれるまで待ってるよ。冷やしといたあなたの。はい、ありがとう。あ、入んない。あ、ほんとだ。ジャンボ餅。ジャンボ餅って書いて、ジャンボ餅。きなこと。こういう人？味噌。味噌。猫の柄がついた大福。はい、味が2種類あるんでね。うぐいさんと、あんバター。あんバター。これで鶏皿でいい？うん、これで鶏皿でいい。これ味噌、まあ、めちゃくちゃ柔らかいね。うん、あったかい。あったかい。で、今度気になる子きな粉が混ぜたあ、トイレ行きたくなっちゃった。ごめんなさい。こうちょっとかね。ご利用可能です。処理を開始します。はぁ、すっきりした。手洗ってっ処理が完了しました。処理完了したってちょっと恥ずかしいおむつとか入れたら、あー、水にしとくの。そうそう、そしたら絶対大丈夫じゃん。うん、こんな感じで。なんかピンクがいいね。
そびして、おそびして、はい。さあ、ご飯をいただきましょう。これ生では食べれないよ。ちょっとちょっと。明るい農村に私行ったのね。でね、明るい農村で焼酎の水割り用にって言っていただいたお水、今日これで炊くわ。うん、ここのメモリが1のとこまでね。あ、うん、59分かパン2口しようかね。焼けたっていう合図のいい具合ですか。梅雨もったいなかった。梅雨もったいなかったね。梅雨は。よっしゃ、これはね、これはいけるか。よっしゃ。できた。はい、どうぞ。はい、ありがとう。よー。さあ、コインランドリーで洗濯していこう。さすがに3日分溜まっちゃった。いいんじゃない？うん。怖いよ、怖いよ。北海道って飲んでるんだけど。こんな細い道これ。うわっ、やったー。左です。向かいろ。たんだあるよ、こっち。マジか、たんだあるよ。どうすんの。帰る時もこれ、同じく帰るの？対向車来たらどうすんの？他に道ないもんね。大変だったね、工事してたから。あ、あそこで釣りやってる人がいる。何か釣れんのかな。こうやって持ち歩くってサッと飛ばせられるね。充電してあるよ ね。ここ来るの怖かったけど。よかったね、来て。どうしようかと思ったの。うかうかいってね。気安くするのかな、ここ。ひどいね。何にしようかな。海の幸のメニューだね。そうだね。すごいね、見たのが。何なんですか。ブリ、ヒラメ、タイ、ヒラメ。どうしても入ってみた。いただきます。ここなんか評判いいよね。いただくわね。どうぞ。完全にご飯まで染みてる。ご飯、ガサッと美味しい。本当。一回使ってる、ちょっと甘だれ。醤油も漬けるんだけど、ごまをまぶしてあるから、見たことない。生キャラメル芋買ってってみる。
食べる名古屋でね。